日本の長い歴史の中でその時代時代を彩ってきた女性たち、そんな彼女たちの知られざるお墓を巡り、日本人にとってのお墓文化を探ります。今回は平家物語悲劇のヒロイン、建礼門院。壇ノ浦の戦いで6歳の我が子安徳天皇を目の前で失った悲劇のヒロインのお墓に隠された謎とは。加藤スペシャル、お墓から見た日本です。さあ中野先生、はい、今回も時代を彩った女たち、今回はこの方。はい、はい、悲劇の女性ですね。また生き残っちゃうんですよね、一人だけね。先生はもうもちろん歴史はそうなんですが、お墓もこうどん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 好きになっていらっしゃってますよね。そうですね、うん、こういいんでしょうか。いやいいことですよ、いいことですよ。はい、脳科学者で東日本国際大学特任教授の中野信子さん。脳科学や心理学の視点から現代社会や歴史を考察、今多くのテレビ番組でも引っ張りだこです。ところで、うん、この建礼門院さんなんですけども、はい、多分みんな大好きなあれの由来になった人でもあるんですよ。なんかあれの由来って何でしょう。食べ物なんですけど。食べ物？ヒントはこの色です。この色ですって。私まだちょっと想像があれかなみたいな感じですけど、はい、平清盛の娘として生まれた建礼門院。平家の栄枯盛衰の真っ只中に巻き込まれ、幼い我が子安徳天皇を失った悲劇のヒロイン、彼女は一体どんな生涯を送ったのでしょうか。平家の台頭、武家の棟梁に。父平清盛が次々と勃発する戦乱の中で、織田氏武家の源氏を倒し、武家の棟梁に上り詰め、名実ともに武家の頂点に立った。まさにこの頃、平徳子、後の建礼門院はこの世に生を受けました。そして父清盛はあの有名な言葉、平家にあらすんば人にあらずと世間に言わしめるほどの権力を握っていくのでした。徳子が高倉天皇の中宮に、平家のこの世の春。武家のトップにとどまらず、朝廷内でも権力を握りたい清盛と、平家の武力を背景に朝廷内の支配を確立したい後白河上皇の利害は一致。関係をより強固にするため、上安2年、17歳の徳子は後白河上皇の息子で5歳年下の高倉天皇に嫁ぐことに。待ちわびた徳子の懐妊。徳子と高倉天皇にはなかなか子が生まれず、権力を強固にしたい父清盛をやきもきさせましたが、二人の関係は仲睦まじかったと言われています。そして治承2年、徳子は清盛の念願であった王子を出産。この時が徳子の生涯で一番幸せだったのかもしれません。清盛のクーデター、安徳天皇の誕生。治承3年、突如として父清盛はすでに用済みとばかりに後白河上皇を幽閉。当時は院政の時代、上皇がいなくなった高倉天皇は3歳の息子に譲位。ここに安徳天皇が誕生したのです。まさに父清盛の策略通り。しかし安徳天皇はまだ3歳。高倉上皇の崩御、後白河法皇の院政復活。治承5年、高倉上皇が21歳で突然の崩御。悲しみに暮れる徳子たちの裏で大きなうねりが起こります。上皇崩御で空白となった院政は大混乱。それを抑えるには強大な力が必要でした。そしてそれができる唯一の皇族、それは清盛が表舞台から追放したあの後白河法皇ただ一人。平家にとって後白河の院政が復活したことで、裏から政治を操ることができなくなったのです。父清盛の死、打倒平家勢力の挙兵。
この大ピンチに清盛はまたもや徳子を利用するのです。夫を亡くしたばかりの徳子を義理の父である後白河法皇の中宮に送り込もうと画策。しかし徳子は拒絶。うっせが亡くなった清盛は熱病に倒れ死去。そして後白河法皇は各地の源氏勢力に勅許を乱発し、打倒平家に動き出します。平家軍は源頼朝や木曽義仲に相次いで敗れ、平家の崩壊は決定的でした。かつては対立する父清盛と義父後白河法皇の間を取り持っていた徳子でしたが、もはや平家を救う力はありませんでした。平家滅亡。平家は清盛の三男で徳子の兄である宗盛が後を継いだのですが、木曽義仲軍が迫る中、安徳天皇徳子などを連れて都を脱出。しかしついに壇の浦で源義経軍に追い詰められます。そして元暦2年3月24日壇の浦の戦いで滅亡したのです。この時まだ6歳の息子安徳天皇が母の時子に抱かれて受水するのを見届けた後、徳子も海に飛び込みます。しかし源氏軍から引き上げられ、たった一人生き残ってしまいました。この時徳子は30歳。平家一門でたった一人生き残り、罪に問われることはなかった徳子。京都大原の地で安徳天皇と平家一族の菩提を弔って余生を過ごしたと言われています。琵琶法師が語り継いできた平家物語にはこんな逸話が残されています。大原を訪ねてきた後白河法皇に、壇の浦の戦いで我が子安徳天皇は極楽浄土というめでたい場所に行きましょうと声をかけられ、抱きかかえられて海に沈んでいきました。その時の我が子の面影が忘れようにも忘れられませんと話し、涙を誘ったといいます。さあ今回もお墓についてより詳しく知るために強力な助っ人に来ていただきました。よろしくお願いします。こんにちは。ちょっとスティーブ・ジョブズ風にこの辺を仕上げてきましたけど、はい、歴史上の偉人のお墓をめぐり個人に思いを馳せる墓マイラーカジポンさん。37年で101カ国国内外2520基ものお墓参りをした筋金入りの墓マイラー。はい、はい、ということで今回またお写真をお持ちいただいたみたいで、はい、あの壇の浦のね、まあ、墓所なんですけど、赤間神宮というね、壇の浦にありまして、そこに平家一門の墓がずらーっと、まあ、14人もう時子もいますしね、こういうふうに一箇所にみんながこう弔われてる場所、平家がお好きな方はここに来て、まあ、手合わせたら、はい、あのすごい気持ちが伝わるんじゃないかなと思いました。さあそしてもう一方、千葉商科大学の久月亮教授です。お願いします。考古学や民族学の観点からお墓を研究、庶民のお墓のスペシャリストです。先生といえばネクタイですが、はい、今回ちょっと柄物と言いますか。そうですね、賑やかですね。しかもお墓じゃないっていう。土偶とか、はい、確かにいかにも考古学っぽい、もうネクタイにしてみたんですけれども、はい、なぜかって言いますと、はい、今日はこういった考古学にまつわるお墓、ちょっとご紹介したいかなと思って、はい、ということで今回も考古学、民族学、そして脳科学の視点から日本人のお墓、そして供養を見ていきたいと思います。お墓には家族みんなの思いとエピソードがたくさん詰まっています。この番組では日本人が脈々と受け継いできた亡くなられた方を思いやる気持ち、忘れてはいけない供養の心を再確認し、亡くなった大切な人とのコミュニケーションの場であるお墓を通じて日本人の心の歴史を改めて紐解いていきます。加藤スペシャル、お墓から見た日本シーズン7、時代を彩った女たち。一行が訪れたのは京都の東山にある長楽寺。
建礼門院と一体どんな関係があるのでしょうか。カジポンさんってどういうイメージありますか、建礼門院に。やっぱりその平家一門を一人でもなんか全部の運命を象徴しているような、はい、そうですよね。そうですよ、すごい人生歩まれてますよね。長楽寺さんにお墓があるんですね。はい、はい、彼女は、はい、まあ、その出家をしたのがこの長楽寺さんで。なるほど、はい、あ、こちらです。こちらが建礼門院水戸ですね。うわ、平家物語悲劇のヒロイン建礼門院のお墓とは。京都長楽寺にある建礼門院のお墓とは。こちらが建礼門院水戸ですね。うわ、ご立派ですね。あ、こちらですか。はい、町の喧騒から離れた自然の中に立つ建礼門院のお墓、石造りの十三重の塔です。ここで出家の剃髪したので、その髪の毛をここに入れたということですね、はい、形がやっぱりこう、はい、すごい立派なんですけど、先生この形は総塔と呼ばれるような塔なんですね、はい、下の方から上の方までこうスーッとこういい感じに割と綺麗にこう当時の姿が残ってるうちの一つじゃないかなとは思うんですけどね。あの地震とかでこう倒れたりすると変わってしまうことがあるんですけど、はい、さあではカジポンさん、思いも募ってきたかと思いますので、はい、ソウルトーク、はい、どうぞ。墓参らカジポンさんの独特のお参り方法、墓石に直接触れ感謝を伝えるソウルトーク。またこのすごく雰囲気のある場所ですもんね。いい場所ですね。カジポンさん、こう深いです、息が出ましたけれども、彼女の周りにいた人が早く亡くなっているっていうのがね、今日はだから愛していた壇ノ浦の安徳天皇の陵ですけども、今で言うと6歳なんですよね、だから話し足りなかったと思うんですよ、うん、あの今こんな感じで大切に祀られてるんでということをですねお報告しました。壇ノ浦の戦いで我が子安徳天皇を亡くし、一人生き延びることになった建礼門院、彼女はどんな気持ちだったのでしょうか。高倉上皇との仲はすごく良かったみたいで、うんうん、そういった政略結婚のようではあったんだけど、はい、とっても仲良し で、うん、でやっぱり幸せだったんじゃないかなって思いたいですよね、うんうん、でその後は後白河院に皇宮に入りなさいというふうに、うんうん、あの清盛が言われるんですけども、うん、だけど拒むんですよ、うんうん、彼女は、うん、きっとねすごくね愛してたんだと思うんです、うん、上皇のことを、まあ、そういう人に巡り会えたんだなっていうふうにやっぱりちょっと思いたいし、うん、政治をめぐる男たちの権力争いに巻き込まれ、その人生を翻弄された建礼門院。その時のこう建礼門院さんの気持ち、思い、なんか頭の中ってなんか どんな感じだったんでしょう。どうだろう。でも現代人だから自由がこういうものだというのを知っていて、当時と比べるっていうことがあるじゃないですか、はい、けれども当時はもうそう生きるしかないから、その中でもう限られたその中で自分の大事な人を一生懸命大事にしようとしたんじゃないですかね。おごれるものは久しからずみたいに、うん、もう平家って言ったら傲慢ってイメージがついてしまってますよね、うん、それはもう周りにね、うん、反発買いますよね、うん、一方女性陣は別にそんな傲慢な人ね、はい、平家物語は出てこないので、はい、本当に巻き添え食らった感じで、こういう悲劇をね、うん、繰り返さないために800年間この物語は日本で受け継がれてきたので、うん、今世界に広げたいですね、うん、この平家物語の話を。ところで中野先生、あのね、はい、最初に建礼門院さんは、うん、あるものの名付け親だっていう、はい、ことを聞いたんですが、柴漬けの名前を建礼門院がつけた。そうそう、大原の地に院政した建礼門院を元気づけるため、地元の人たちが紫色のシソの葉の漬物を献上したところ、建礼門院は喜び、しば漬けと名付けたという言い伝えが残っているのです。なんか美しいですよね、その交流がまた。本当ですね、うん、我が子をはじめ一族を失った建礼門院、しかし彼女の孤独な人生に寄り添う地域の人々の優しい心遣いがありました。
その思いは今日までお墓という形で残っているのです。続いてやってきたのは兵庫県姫路市。朽木先生、こちらでは庶民たちが両親への思い、紅葉をどう表現してきたかが見られるんですよね。そうですね、うん、南北朝時代と呼ばれるような時代になるんですけれども、ちょうどその頃のお墓を見に行くことになります、はい、親にかける思いがこうひしひしと伝わってくるような、はい、そんなものじゃないかなと思ってます。楽しみです。南北朝時代に親のために建てた庶民のお墓とは。少し移動して街中のようなところに来ましたね。そうですね、はい、もうすぐ近くにありますので、はいはい、こちらなんですけれど、はい、あら、なんかちょっと公園というか、はい、なんて言うんでしょう、広場でもない。そうですね、ちょっとした広場のとこにこう立ってるんですけれど、はい、こちらですか。はい、街中にある公園のような場所にお堂が。その中には石に彫られた仏様。これは一体？石仏さんのこの石、何でできてると思いますか？何で？これ実はですね、古墳時代の石棺、石のお棺ですね、はいはい、石棺の石を使って作られた石仏なんですよ。石棺とは、古墳時代に多く作られた石でできた棺桶。この石棺を一体どのように使っているのでしょうか。ですから、はい、石棺っていうとこう箱のような形になってますね。こちらが、はい、短い辺と長い辺を使って、はい、こういうような感じで。あ、なるほど。こういうに、あ、なるほど。だこの短い辺がこの上の庇みたいな、はい、で、なるほど、下のこうなってるこのが長い辺の部分で、そこにこう石器物を掘ってるんですね。あ、面白い、はい、こういうの石棺物と言いまして、はい、播磨地方ではよく見られる、そういう石棺を使った、はい、石仏になっています、はい、具体的にいつ頃の時代とかっていうのは分かるんですか。はい、はい、こちらの面にですね、こう年号が上智4年というふうに書かれているので、1365年南北朝時代のものというふうに言っていいかなと思いますね。すごいですね、はい、こちらは個人のお墓ではなく、地域の人たちが信仰の対象として作ったものだそうです。でもちょっと待ってくださいよ、古墳ってお墓ですよね、はい、その石棺使ってるってことですか。そこだけ聞くとなんかちょっとバチ当たりな感じがしますよね。なんかね、罰当たりなものではなくて、はい、森林開発だとか、はい、あるいはこう自然災害でこう塚が崩れた時とか、うんうん、そういった時に見つかったこの石棺の石っていうのは、はい、まあ、昔の偉い人のお墓に使われてた神聖なものという認識があったと思うんですね、うんうん、なるほど。でさらにそこに石仏を掘ってあげることで、より力のこもったパワーストーンっていうか、そういう風な形で使われるようになっていった、こういうのを石棺物っていうんですね。確かにこちらの形が今回のその両親への思いを込めた。そうではなくて、こういった石棺物はこの地域にたくさんありますので、はい、本命がこの後待ってますので、そちらの方へ行ってみたいと思います。本命ってなんかすごくいいものが見られそうな感じがしますよね。やってきたのは先ほどの場所から車で10分ほどの住宅街。ちょうど祠が見えてきたと思うんですけど、あ、はいはい、こちらなんですね、はい、あら、こちらも立派。こちらも先ほどと同じようにお堂の中に石棺物が。誰が何のために建てたものなのでしょうか。名文が書かれていまして、はい、元主聖夜というふうに書かれているんですね、はい、ですから聖夜っていう人が作りましたよということです。なるほど。建てられているのが上智2年と、はい、でこっち側にはですね、右志は、新比国昭和33回期というふうにこう見えるんですね。石仏を建てた聖夜さんのお母さんにあたるんだと思うんですけれども、33回忌に建てていまして、でなぜお母さんって分かるかっていうと、ここに孝子啓白って書いてあるから、はいはい、親孝行な息子がこう書きましたっていうことが分かるんですね。
鎌倉時代になると多くの石造物が建てられるようになるんですが、そういったものの多くにその孔子啓白っていうのがまあ決まり文句のようにして書かれることが多くなるんですね、この播磨地域だけじゃなくて、日本全国にねそういう石造物を建てて、亡くなった両親とかそういった人をこう祀っていこうというそういう思いがこう広がっていった時代、この石棺物は南北朝時代の聖夜という人物が母の33回忌に親孝行のために建てたものなのですが、ここである疑問が。当時の平均寿命を考えるとちょっと33回忌っていうのは、まあ、生活水準とだいぶ離れた年数だと思うんですが、その辺はどうだったんですか。だいたい当時の平均余命24歳ぐらいっていうふうに言われていました。そう考えるとお母さんの33回忌を務められるっていうのは当時としてはご本人も相当長生きした人なんだろうなってことは言えるかなと思うんですよね。いやーそうですよね。母の33回忌を無事にやり遂げた息子の聖也さんはどのような思いでこの石棺物を建てたのでしょうか。この時代だったのもう5人に1人とか4人に1人は子供のうち死んじゃうんですよね。母の恩っていうのは本当に深いんです、はい、この時代は。なるほど。子供が大人になれるっていうだけでも大変な話だから、で自分がここまで長く生きられたのは、お母さんのおかげですよ、感謝の気持ちをみんなにも振り分けてあげたい、お母さんを大事にしようねっていうなんか記念の塔のような形で作られたんじゃないかなというふうに思いますけどね。形にするっていうことの大事さをね見せてもらったなと思うんですね。あのちょっとじゃあ靴木先生手を借りていいですか。はい、こうね、靴木先生っていうふうに普通に言うのと、はい、りょうちゃんっていうのと違うでしょ、感覚。でこのりょうちゃんって言った時のちょっと恥ずかしいみたいな、はい、くすぐったい感じってオキシトシンが出てるんですよね。で、あのオキシトシンが出る時に体にも実は変化があって傷が治りやすくなったりするんですよ。あと体が育つための成長ホルモンみたいな役割をねオキシトシンがするので、あの子供はあの愛情を食べて育つんです。子供っていうのは愛情を食べる、ね、こう手つないだり、撫でてあげたり、はい、でもう亡くなったお母さんは撫でてはくれないんだけど、なんかこう形に、ね、することによって私は撫でることができる、子供はお母さんを撫でられるっていうことをなんかこう具現化してるような感じがして、なんか形があることでねこうオキシトシンがもうちょっと出るかなっていうのもこう紅葉の一つのなんていうかな形というか、そういうことをなんか経験的に昔の人は知ってたのかなという感じがして、触れることができますもんね。そう、思いを形にすることこうね、はい。ソウルトークはもうオキシトシンの塊かもしれない。大放出です。はい。もう出っ放しです。はいはい、ねえ。この後大奥を背景に強大な権力を持った春日の局のお墓へ。次回は最終回、時代を彩った女たち、ね、どなたが登場するでしょうか。今回は悲劇の人だったので、はい、悲劇を起こしたりとか悪女っぽいとか悪い方結構いますよね歴史上。誰だろう。次回は大奥を背景に強大な権力を持った春日の局のお墓へ。春日の局さんはこちらなんですよ、はい、はい、あそういうことなんですか。春日の局のお墓のすぐそばにはあのお方のお墓が。